さて、それでは本日の本題でございます。誰もが目指さない方がいい情報発信者の光と闇というテーマでお送りしたいと思います。そもそも情報発信者になりたいって思ってる人とか言ってる人って何人に一人ぐらいなんですかね。なんか僕の周りってやっぱり僕が情報発信者としてお仕事をしているので、情報発信してる人とか情報発信者になりたいって言ってる若い人めちゃくちゃ多いんですよ。まあ、例えば僕オンラインサロンのビジネスオンラインサロンカモビズってやってますけど、どう考えても5人に1人ぐらい YouTube やってるんですよ。そんなコミュニティ多分ないなと思ってて、あとボイシーパーソナリティも多分このコミュニティの中に20人ぐらいいるんじゃないですかね。そんなコミュニティないと思うんですよ。めちゃくちゃ割合高いですよね。それから、まあ、若い子たちの中でもインスタグラム頑張ってますとか、LINE 公式 LINE どうやったら伸びますかとか、まあ、もう出版したいっていう人もめっちゃ多いですね。オンラインサロンカモビズで出版興味ある人っつったらババーっと100人ぐらい上がりますから、だから僕の周りにはものすごく情報発信者になりたいっていう人が多いんだと思います。偏ってると思います。だけど、まあ、これはもう本当に調査もするほどのことでもないんですけど、多分100人に1人ぐらいしかいないんじゃないですか、情報発信者って。下手すると僕の周りだともう10人に1人か5人に1人になって、もっとかも、もっと多いかも。それはちょっと偏ってるんだろうなと思ってて、多分世の中的に言うと100人に1人ぐらいなんじゃないかなというふうにも思います。まあ、なんでかというと、僕ね、この独立してから講演家とか YouTuber とかいわゆるインフルエンサーのような仕事を12年やってますけど、元マクドナルドのインフルエンサーに合わない。います？元マクドナルドで働いてたインフルエンサーの人、皆さん知ってます？僕合わないんですよ、全然。でもマクドナルドってね、もともと5000人以上の社員いるし、まあ、アルバイトスタッフさん含めると17万人で、卒業した方30万人ぐらいはいるっていう計算になるのでね。まあ、ただ元マクドナルドのアルバイトだったってことは言わない人もいるからね、アルバイトの場合。歌手の中島美嘉さんとか元鹿児島県のアルバイトのクルーの方なんですけど、まあ、そういう人いますよ、いるんですけど、でもマクドナルドの社員だって相当な人数いるのに、これだけ合わないってことは多分ね、情報発信者っていうのは100人に1人いるかいないかなんだと思うんですけれども、多分僕のボイシーを聞いてくださってる方、結構情報発信者の人いるんだと思うんです。偏ってるから、何せ僕の周り偏り半端ないから。なので情報発信者を、まあ、今目指している人ややってる人にとってはこれ重要な話なんじゃないかなというふうに思いますのでお伝えします。情報発信者の光と影でございます。ちょっと影の部分言っていいですか。情報発信者になるとこんなに辛いよっていうことなんですけど、まあ、つながってはいるんですけど3つあるなと思ってて、まず1つ目、集客のために信用を貯め続けようとするためには、貯め続けるためにはね、コンテンツを生み出し続けなければ意味がない。集客のために信用を貯めるんだったら、コンテンツを生み出し続けなければ意味がないなんですよ。これどういうことかっていうと、例えば、まあ、僕が話し方の学校っていうお仕事をやっていて、話し方の学校の入学体験講座のお知らせを、まあ、LINE なりメルマガなり Facebook なり YouTube なりで発信したかったとするじゃないですか。普段何の情報も発信してなくて、いきなり話し方の学校来てくださいって言って来ます？来ないですよね。こうやって毎日のようにボイシーだったりとか、まあ、YouTube だったりとか TikTok だったりとか Instagram だったりとか Facebook だったりとかメルマガだったり LINE だったりとかで毎日のようにコンテンツを発信していて、まあ、それが人によってはうわー役に立ったとか人生救われましたとかね、そういうきっかけが普段溜まっていて、それで信用が溜まっていて、この人の情報はなんか自分には合ってそうだみたいな信用ってあると思うんですけど、それが溜まってるタイミングで話し方学べますよとか、コミュニケーション学べますよとか、
ビジネス学べますよっていう情報が僕から届いて、あ、どうせ学ぶんだったらカモさんがいいよねってなると思うんですよ。なので集客いきなりするために情報を発信するなんていうのは全然意味がなくて、普段信用を貯めるために情報発信者になるんですよ。そしてたまに集客ができるっていうふうになってるから、まあ、つまり情報発信者になるためには常にコンテンツを生み出し続けなければならないという、まあかなりの苦行があるよっていうことです。毎日ですよ、僕毎日ボイシー喋って、週に1回、まあ、プレミアムボイシー発信して、YouTube は週に4本ぐらい発信して、 TikTok は週に4本から5本ぐらい発信して、 Instagram 毎日3つ発信して、オンラインサロンでも毎日記事書いてますよ。やりたいっすか？ちょっと愚痴が入ってるかもしれないけど、まあそういうこう辛さがあるよねっていうことです。で、繋がってはいるんですけど、2つ目ね、そもそも完了する仕事ではないので、いつも仕事に使ってる状態になります。全部終わったみたいなことないんですよ。だってもう毎日なんだもん、毎日何個も発信するんだから、ああ終わった終わったみたいになんないんですよ。なんなら1個終わったら次のコンテンツみたいになりますからね。だから完了がないんですよ、仕事に。なので常に仕事にもびっちりもう首まで、もしくは頭の先まで使ってるこの状態です。もうなんなら締め切りがない一日など一度もない。常に締め切りがあるんですよ。毎日発信だったら24時間常に締め切りが迫ってるし、週に1回の発信のものは週に1回締め切りが来るし、月に1回のライブ配信とか月に1回締め切り来るんですよ。その中で本とかも僕出すんですよ。それもまあ半年に1冊しか出さないとして、半年に1回しかって言っちゃったよ、半年に1回しか出さないとしても半年に1回締め切りが来るんですよ。常に締め切りに追われる生活でございます。そして3つ目、プライベートの時間がインプットで埋まる。そう、プライベートの時間なんかないです。もう普通に家族と食事に行っててもメニューを見て、あ、この価格設定はとか、 POP を見てこの表示の仕方はとか、街歩いてて、あ、この照明ってどういう角度にしたら見えやすいようにしてるんだろうとか、あ、色がとか、もうね、接客を受けても、あ、この接客を誰かに伝えるためにはどう抽象化すればいいんだろうとか、そんなことばっかり考えております。時々神さんとデートしていても、今何考えてる？全部バレております。ビジネスのことを考えております。それぐらいね、プライベートの時間もまあコンテンツを生み出すっていう風に完全に埋まっちゃうっていうことなんですよね。まあただ今言ったのは影の部分なんですけど、じゃあ情報発信者の光って何なのっていうと、実はこの影の部分が全部光です。一つ目の集客のために信用を貯め続けるようにコンテンツを生み出し続けるっていう影の面がある代わりに、与える生き方が当たり前になって自分のことを大好きになります。なんて素晴らしい生き方なんだっていうふうに思えるってことです。二つ目、完了する仕事ではないのでいつも仕事に使っている状態になる。でもこれ違う面で言うと、仕事力の下半身が鍛えられます。日常生活にパワーリストやパワーアンクルや鉄下駄を履いている状態になりますので、むちゃくちゃ力がつくってことです。そして3つ目、プライベートの時間がインプットで埋まる。これは光の面で言うと、日常の感度が高まって生きている時間の密度が濃くなる。こんな風に情報発信者の影と光は本当に一対の鏡のようになっています。そしてこのことはもしかしたら情報発信者だけじゃなくって、料理人にしてもドライバーさんにしてもサービス業にしても、どんな人にもその仕事の辛い面と光の部分って表裏一体になってるんじゃないでしょうか。ぜひ自分のお仕事の影の部分、辛い部分と光の部分、両方あるんじゃないかなっていうふうに見直してみると、仕事の奥行きが出るんだと思います。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね。
今日もコンテンツ生み出し続ける濃い一日を過ごしていきます。